どうも熊本県住みます芸人もっこさんやです。お願いします。お願いします。さあ今回のお題が、空前の大ブーム我が町自慢のサウナということで、最高ね。熊本市南区は富合町にございます。はい、はい、富合サウナランドでございますよ。はい、もうパンチがありますね。パンチあります。私もサウナ好きなんですけど、こちらまだ行ったことないんですよ。あ、まだ行ったことないですか。めちゃくちゃ楽しみ。はい、こちらもめちゃくちゃ有名ですよね。うん、だから非常に楽しみでございますこれは、ね。昭和59年に創業してますんで、あ、やっぱね、でこ3号線でこう通りが多いところですけど、はいはいはい、やっぱ目立ちますもんね。目立つよね。いや、あの太陽のマークって何なんだっけ。 ね、ちょっと近くで見てみましょう。これはすごい。わあ、もうテーマパークですよこれ。ね、すごいね。これでももうサウナ立ちの中では、はい、もう太陽神と呼ばれてるんですよ。太陽神。はい、太陽神だね。崇められてるんですよ。だからそのぐらい神格化してるんですよ。そうなんですね。はい、お賽銭はどこにあげればいい。お賽銭とかは大丈夫ですけど、これトレードマークですよね。あ、そうなんですね。すいません、お賽銭で。はい、こんにちは。料金表も、うん、安いですね。そうです。600円。そうですよ。安っ、ね。あ、すいません、ありがとうございます。いいですか、すいません。広いですね。あ、なんか休憩室みたいな感じで。うん。え、なんかこれ。ん？なんか豆腐があるんですけど。タッパーの多分カレーですかね、これ。これどういうことですか、これ。カレーですね。いや、なるほど、これ富谷サウナランドではもう当たり前の光景です。これが、はい、ここで、はい、ご飯食べて持ち込み大丈夫なので。もう持ち込み大丈夫なんですか。持ち込み大丈夫なんです。これはいいね、うん、なんかもうあんまり令和にはないような。なんならもう本当昭和の生き残りのサウナと、はい、僕はもう非常にね、この昭和を感じるね、もう社員ロッカーみたいな感じですね。もうほんとそうよね、うん、なんか、うん、何もカッコつけてないっていうね、うん、これでいいんですよ、うん、もう鏡なんかこれぐらいでもいいんですよ本当に、うん、ね。でも全然もう幅もこんぐらいでいい、うん、ないならガム手で貼りゃいいんだもん。あ、もうそうそう、これでよかったです。そういうことよね。我々が求めてるのは、うん、やっぱその昔に戻りたいっていう。はいはいはい。今はいろいろなんかこう試行錯誤してますけど、うん、これでいいんですよ、これで。うん、これでね、何も試行するなんて、これですよ。かませて。今のか。お尻に吸い使って。あ、わかりました。で、あ、そうなんですね。一日に何人ぐらい来るんですか。これそんなに大きいと思うんですけど、最近は大体多分の40年後ぐらい。すごいっすね。やっぱもう、だって、いや、こういう時は60も。微動だにせんやろう。ああ、いや、そうなんですよ。ここ来てもね、もう何も恥ずかしくないんですよ、おばちゃん、ああだから。すごいね。うん、お邪魔します。最高。いいですね。ご覧ください、もう、余計なのかな。サウナに、お風呂。最高じゃないですか。もう水風呂の方がもう倍以上ありますね。さすがサウナランドでございますよ。そうなんですよね。でもサウナに行くというか、気持ちよく水風呂に入りに行くって言った方がこれももう過言ではございません。もう私とか本当にそう汗じっくりかいた後もこれ水風呂に入りに行くわけですから、もう温泉はこうちっちゃくていいんですよね。で水風呂に力を入れてほしい。で上には天窓もあるんでね、光がこう入ってきて非常に気持ちがいいですね。
うわー、もう最高。うわ、いいですよ。めちゃくちゃいいサウナ。いや、コンパクトなサウナルームではございますけど、まあ、5人ぐらいでちょうどいいぐらいの、うん、これ広いとこだとやっぱ奥の方まで熱がいかないんで、やっぱその分ですね、室内も非常に温度が高くてもう気持ちいいです。なんか大きなコンクリートみたいなのが上にあるんですけど、この中はサウナストーンです。この中にサウナストーンが入ってるんですか？そうそう、そういうことです、そういうことです。いや、ここのサウナですね、うん、何もないんですよ、うん、もうテレビもないんですよ、砂時計もないし、砂時計もない。ここあれですよ、演歌流れてるんですよ。あ、ちょっと今切っても取材だけに切ってもらってるけど、はい、だけん今南極で出るとか。あー、なるほど、うん、そういうことね。それでカウントするみたいですよ、時間の。そういうことだ、うん、汗出るまでが早いね。あー、うん、暑いけんね。ちょっと自慢の水風呂入りましょう。私はお湯でまず汗を流すのが好きなんで。それなんでですか？いや、もうこの冷たいのをダイレクトに味わいたいんで、この汗を流すときはお湯。じゃあ早速行ってみましょう。おー、最高。あー、気持ちいい。あー、うわぁ、最高。ちょうどいい水風呂ですね。冷たすぎず、ぬるすぎない。もう、サウナ好きな方には、本当にちょうどいいぐらいの。冷たすぎると逆にちょっとしんどいんですよ。長時間入れないんで。でも本当にベストな温度です。でも長時間入れる水風呂なんで、でこれがいいんですよ、本当に。最高でしたよ。めちゃくちゃ気持ちよかったね、うん、なんだろう、本当にちょっと昭和にタイムスリップしたような、うん、今からちょっと仕事あるんで早めに出てきましたけど、あと2時間は全然余裕で入れますね。で、やっぱ休憩室もなんかね、こう実家に帰ったかのような、非常になんかいい空気が全体にこうね漂ってたような、そんなサウナでしたね。